はい、リスナーの皆様こんにちは。正月に、JAL と海保機と、羽田空港で、衝突事故、痛々しいことが来ましたけれども、その時の正月の記者会見では、当時の社長がいなくて社員が記者会見やってまして、調査中だからお答えできませんと、このまんまの状態でずっと来てるんですけれども、これじゃ良くないんで、洗いざらしにね、JAL で35年間パイロットやっておりまして、うち19年間、国際線の機長をしておりました山口博也機長と、32年間、ジャンボ機とかCA さん、大ベテランの放置戸優子さんが、今回リスナー様からの質問に何でもお答えしてくださいますので、ぜひチャンネル登録、高評価の一票よろしくお願いいたします。動画が多いんで、再生リスト、JAL 事故と問題点に、パート1からすでに36本動画入ってますんで、そちらをご覧になって今回37回目の、動画をご覧ください。それでは、質問いきます。まず杉野様からですね。山口機長、私の質問を取り上げてくださいまして、いつもありがとうございます。沈まぬ太陽を社内法を使って否定した時の社長は誰ですか？いかがですか？ちょっと社長的のは社長の羽田さんか。2007年、2008年、ちょっと思い出しますか。社長は当時はコロコロ西松さんとかコロコロ変わった時だったんですよね。西松さん、石松さんとか神田さんの前じゃないですか。はい、じゃあ次の質問。いや、僕の本に書いてある。じゃあ次の質問です。同じく杉野様からですね。この時飛行機に乗っかっていた、週刊誌ですね、沈まぬ太陽の週刊誌を、CA さんはどうやって処分したのですか？処分を命じられた CA さんも不満に思いませんでしたか？これ放置戸さんから答えてもらいましょう。いかがですか？機内で処分というか、搭載が中心になっているんです。搭載が中心だった、ですから私たちが廃棄するとかそういうのはないです、で、この杉野様から質問で、そういう廃棄命令を、沈まぬ太陽というのは JAL にとってまずいこといっぱい書いてあるけどね、それを廃棄命令が出た時はどういう心境になりました？取り下ろしですね。取り下ろし、そうですね、搭載しなかった、はい、じゃあ次の質問いきます。やっぱりと思いました。やっぱり隠蔽かって感じですよね。そうですね。まずいこと、知らせたくないことは蓋をする。絵に描いたような隠蔽です。絵に描いたような隠蔽ですよね。非常に初歩的っていうか、子供じめた隠蔽ですよね。リスナーの皆さん。隠蔽にならないですね。隠蔽にならないです。沈まぬ太陽というのは、JAL のね、まずいことをいっぱい書いてありますんで、一回まだ見てない方見るといいと思います。はい、じゃあ次の質問いきます。関家様からです。今年で日航機墜落事故から39年を迎えましたが、あと1年もしないうちに40年という
大きな節目を迎えますが、それまでに JAL はとにかく隠蔽しきれないほどの不祥事が多すぎました。もうここまで来て、このまでの段階に至ってまで会社が存続していることなど不思議でありません。一体どうなってるのか、そうとしか解釈できませんが、いかがですかと、うん、まあ、現在の経営者の状況というか社内の状況というのは外にいるので分かりませんけど、私たちは団体交渉を申し入れてやり取りをするんですけども、全くなんていうんですかね、誠意を持ってこう解決していこうという気持ちがあって対応しているというふうには見られませんね、うん、やはり、まあ、自分は、まあ、担当されたからやっているということで、うん、まあ、無責任体質といいますかね、うん、で特にあの先ほどというか前回ですかね、あのセクショナリズムという話なんですけども、自分はこの担当のことをきちっとやればいいんだと、だから解雇されたこの問題っていうのは労務問題で担当ではありませんと、自分は営業だ、自分は整備だ、客室だとか、こう全くですね別会社のような流れでこう来てるんですね、まあ、それはずっと変わってないですね。はい、じゃあ次の質問いきます。杉野様からですね、広島空港着陸した瞬間はドスンと着陸したとき乗客はキャーッと叫びましたが、もし山口機長の操縦するジャンボ機で広島みたいな狭い空港にドスンと着陸したら、タイヤはバーストしたり車輪が飛行機の重さと衝撃に、耐えられず破損しませんかと。まあ、あのどのぐらいの G っていいますかね、重力が変わるかということで、一定の基準があるんですね。で100キロの重さに対して重力がかかって2倍になったっていうことは、それはもう破壊的な状況で、 2.5 倍になったらもうその飛行機はですね、2.5 倍になったらアウトです、ね、アウトです。ですから、まあ、通常いわゆるハードランディングというのは 1.5、まあ、1.3 超えるとガタンときたなという感じですね、うん、1.3 から 1.5 ぐらい、まあ、1.5 を超えるとかなり、感じる。もっとも奇襲に よると思うんですね、うん、その操縦のしやすさとかですね、まあ、なんとも言えませんけども、とにかく後味は悪いですよね、うん。はい、続きまして杉野様です。ベテランを解雇してからのパイロットはドスンと着陸するし、山口博也機長みたいにスムーズな着陸はベテランだからこそ当たり前にできてますが、いかがですか。いや、ベテランでもやはりあのハードランニングする時はあります。でもその後の対応、同じ着陸しドーンとついてその後の対応がですね、ベテランならすぐその後の滑走路のいわゆる助走といいますか、滑走路で降りてからの修正なりですね、そこはやっぱり一瞬パニック状態になることはないと思いますけど、やっぱり新人だともう手を離すことはなくてもですね、相当、うん、違うと思いますね。まあ、これね、杉野さんも怖い思いしたんですよね。続きまして杉野さんもいきます。乱気流に入った時はジェットコースターみたいに急降下した上に横揺れもして酸素マスクもつけるほどでしたが、これほどの乱気流見つけられないのは経験不足でしょうね。役員はパイロットの資格を持っていれば同じに判断しているみたいですので、乱気流見つける山口博也機長と
経験不足のパイロットではこれだけ操縦に差がありすぎる点を伝えていきましょう、うん、ベテランこそ最大の安全です。ヘタルクソパイロットが操縦していたらお客様は引きますよ。まさにそのまあ一つは例があるんですけども、ずっと南シナ海をこう飛んでる時にですね、フィリピンからずっと南に飛んでる時に、島がこうあるんですけど、ちょうど雲の中にいてレーダーでこう見てるとですね、島がこう実際の積乱雲にこう映るんですよね。映るというかそれは分かるんですけど、だからその時の副操縦士は島なのにですね、外はもちろん見えませんから、うん、わざわざ避けてたりしてたのはありました。経験ないとね、本当にこう、うん、それが本当の、まあ、あの積乱雲によるエコーといいますか、なのか、それとも島なのかってもう基本中の基本なんですけども、うん、やっぱり経験があるかないかでは、まあ、そういったところはありましたですね。あとは体の体感とか上で見たり風の変化とか温度の変化で、どのぐらいいるかっていうのはこれはまた経験ですね、もう 100%。 はい、じゃあ次の質問、あ、ちょっと待ってください。次の質問、次の中島様からです。東芝の株主総会でもリストラされた社員の話を聞いてたけど、リストラのやり方があまりにも不自由です。それこそ人権侵害です。 JAL もそうじゃないですかと、うん、どうですか、今国会議員の方27人が私たちをですね支援して、うん、JAL に公開質問状を出したりこうしてるんですね、うん、それである有名な議員の方で今総裁選挙に 出てる方なんですけども、うん、直接お話ししました。やはりこれは 人道問題、人権問題だなというふうに話されてましたし、物を言う人たちを排除ですねっていう、でその後ですかね、廊下だったらまだ沈まぬ太陽が続いてんですね、うん、なんてニコニコではないですけど、そんな表情をしながらですね話してました。普通の方が聞いたらやっぱりおかしいと、私はだからこそこんな14年間もですね、こうやってやっていられるんだなというふうに思いますね。コーチのさん、いかがですか。全くその通り。全くその通り。で、JAL は人権方針という立派なものを持ってるんですよ、うん。それをするんであればね、掲げているんであれば、今の状態はとてもそれに反するものだと思います。どういう人権方針なんですか。リスナーの皆さんも分かりやすく、簡単に。正確な言葉は分かりませんけれど、人権を尊重するという言い方ですね、うん、あらゆる差別をなくし、人権を尊重するという言い方ですね、うん、国籍とか年齢とか性別とか、うん、そういう、はい、じゃあ次の質問いきます、杉野様からです。私が言った通りベテランを解雇するから事故も起き、アメリカでは飲酒警察沙汰も起こし、昨今では成田空港でタイヤから煙が出て消防沙汰になり、整備もずさんになりましたが、いかがですか。まあね、整備の人がなかなか人材が集まらないとかっていうのは話も聞いてるんですけども。直接な原因でもなくても、そういったことも、まあ、背景にね、原因といいますかね、なってるのかなというふうに思いますけどね、うん、よく会社の方は気合を入れてやると、うん、能力の限りを尽くせってそう言われても、能力の限りと言われてもやはり経験がなければ能力も経験が除かれちゃうわけですけど、うん、はい、じゃあ次の質問いきます。関係様からです。石破さん、山口機長、今回も僕からの質問を取り上げていただきありがとうございます。8月12日の日航墜落事故の日にこんなことがあったのご存知ですか。僕も最近知って驚いた反面ほっとしたことなんですが、
この日のタレントの稲川淳二さんが健康番組の収録を終え、123便で大阪へ向かう予定だったそうなのですが、当日立つのも辛いほど体調を崩して新幹線で移動するとスケジュールを変更し、123便をキャンセルしたことにより事故の難を逃れたそうです。そして一方、番組を手掛けていた友人の和田光太郎さんという方は、収録後使用で大阪へ移動する際、当便に搭乗し犠牲になったそうです。この方にはお気の毒でありますが、稲川淳二さん、難を逃れてよかったですよね。坂本九さんも飛行機をキャンセルして新幹線で行けてればよかったのになと思いますが、いかがですかと。やっぱり稲川淳二さんの件は知りませんでした。今できました、ね。私もあの1977年のですね、1月の14日にアンカレッジで貨物機が墜落した時あったんですね、その時に貨物機2便ありまして、いずれもあの生きた牛を運んでる便だったんですね、で私の便はあのニューヨークから49と、墜落した飛行機はサンフランシスコから49と、で生きた牛を運んだんですけど、もともとそれはあの牛肉オレンジ輸入の重荷じゃありませんでしたので、まあ、法律 の, あの抜け穴といいますか、生きた牛を運んでくると制限ありませんから肉牛を、それで日本に来てから1週間ぐらい牧場に置いて国産牛で売ってたと、でその時にあの牛をですねバラ積みにして売ったあの運んだんですね、7頭ぐらいです。で本来ならこうシートフレッツじゃありませんけども、一頭一頭イグルー方式といいまして、あのエスキモーの家ですね、あれでこう囲って動かなくするんですけど、その後通す進めないんですね、でバラ積みにして、で前日あの前日っていうか初めてその日2便あるのが分かりまして、私の前の便のがやはり機長は外国人ですね、マーシさんという機長で、それから秋谷さんという副操縦士と横川さんというエンジニアの方ですけども、離陸してすぐですね、肉ずれですで墜落したんですけども、まあ、その後私たちも、同じように、その3人の乗務員の他にカウボーイが2人乗ったんですよ、で私の身も後ろにカウボーイが乗って、でその時に雪、夜が明けてあのアンカレッジの雪原の中に泥だらけの鶴丸を見て、それで私は東京まで、私はセカンドオフィサーっていう仕事だったんですけども、帰ってきて、まあ1月の14日も自分は命日だと思って、今でも思ってるんですけども、それ以来このスケジュール一つで命はなくなるっていうのがこの、飛行機乗りの、まあ、宿命っていうか、そんなことをずっと感じながら、まあ、今日まで生きてきましたね、はい。続きまして、関係様から続きの質問です。佐々木副操縦士の操縦桿を離さなかったといういかにも最後に残した佐々木副操縦士の叫びであり遺言とも言えるでしょう。佐々木副操縦士の叫びが伝わっているような気がします。そして稲川淳二さん本人はこのエピソードを運命の分かれ目、生涯忘れられない出来事と言っているそうです。いかがですか。もう本当全くですよね。はい、今回はもう一個までいけそうですね。もう一個までいきましょう。ちょっとこれ、ハンドルネームが出てこないんですけれども、鳥取美津子社長、今こそ解雇されたことを、解雇された方を全員戻してください。客室乗務員を社長になり、何のための社長ですか。そ
そうですよね、本当ね。いかがですか、大地蔵さん、いかがですか。そうですね、客室乗務員の立場から見て、安全に対して自分が責任を持って対応するって、あ、かぶりそうが言ってましたよね。ですから安心してくださいって皆さんにお伝え しましたよね、うん、だからこの葬儀自体もね、これも14年も続いているんだから、自分の社長になって新たな気持ちでスタートしたわけですから、葬儀を解決する責任を持って解決していただきたいというふうに思います。特に解雇されるその時、その年の客室乗務員対象、解雇の対象になった者たちへの対応、ひどかったわけですね、うん、1人を 0.5 人と数えたり、0と数えたりして、いくら何人やっても、届かないようにしたわけですよ、まあ、でも実際、希望退職以外にも辞めてるので、人数はオーバーしてるんですけれども、うん、そういうやり方までしていったし、管理職を温存するようなやり方にしたんですね、うん、そういうのをずっと見てきた、もうその時すでに管理職でいらっしゃったわけだから。うん、できて知っているわけですよ、うん、だからやっぱりこんな不当なことをやって、うん、またに続いている葬儀は一日も早く解決しなきゃいけないっていうふうに思っていただきたいと思います、うん、しかも大晦日ですよ ね、 そうですね、大晦日に解雇って本当 これほど、うん、よく、まあ、普通によく大晦日に解雇、翌日正月なのによくそれを解雇決定できる人間、本当人間としてどうかですね。人間としてどうかですよね。そうです。まあ、まあ、ちょっとだからみんなが言うのにはね、やっぱりそういうことするから罰が当たったんじゃないかと本当そう思いますよ。ちょっとね、冷たいにもちょっとひどすぎますよね。鳥取社長はね、特に解雇のその責任がないわけですからね。うん、うん、そこは切り替えてね、チャンスだと思うんですね。当時ね、48歳以上解雇したら、これは住宅ローン残ってる人もいっぱいいるわけじゃないですか、うん、まあ、翌日正月なのにね、こういうありえないことやるから、うん、ベテランを解雇するからやっぱりこういうね、事故や不祥事いっぱい起きるんじゃないかなと思います。私たち国土交通省まで宣伝をね、まあ、要請っていうのを宣伝するんですけども、でいろいろ訴えると、警備の方が、国土交通省の警備の方、こっち外務省の警備の方がいて、帰り際に外務省の警備の方が、ジャルはひどいですねって感想を漏らしました。ひどいですよ、ね、もうそれね、下せる人間もちょっとその冷たさっていうのがね、もう罰当たってもおかしくないようなこといっぱいやってますからね。はい、リスナー様どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今回の動画はこれまでにしたいと思います。また次回、来週の木曜日、なんとか時間作って、アップしたいと思います。山口機長、放置度さん、お忙しい中、どうもありがとうございました。